どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はカルディ購入品、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、ということで久々にカルディに行ってお買い物をしてきました。リピート商品だったりとか気になっているアイテム、人気なアイテムをいろいろと購入してきたので早速紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、ド定番の生ハム切り落としです。321円です。これはね、カルディでも大人気の商品で、私も何度もリピートしている生ハムです。中はね、120g 入っています。結構ね、思ったより量があるなという感じです。もう美味しいのでね、もう普通にサラダでいつも食べています。はい、だいたいこれぐらいのサラダに乗せて、使うと3回分ぐらいはあるのかなという感じです。安定で美味しかったです。はい、こちらは、スモークチーズです。これは268円です。私ね、スモークのね、チーズ大好きなんですよね。味はね、もうスーパーでいつも適当に買うやつとそんなに変わんないなっていう、記憶だったんですけれども、美味しいので購入しました。はい、続いてはこちらです。ブラックティーアールグレイレモンです。こちらは469円。これは多分ね、カルディオリジナルの、商品です。これめちゃくちゃいいんですよ。なんかね、ほのかにね、レモンの味もするし、甘さもね、なんか適度な感じ。ちょっとどっちかというと甘いかな。で、5倍にね、薄めて使うことができます。もう自分のね、お好みでこの濃さだったりとか、甘さを変えれるのもいいのかなと思います。普通にお水と割っても美味しいですし、炭酸で割っても美味しいですし、お酒飲む方は、焼酎とこれと、炭酸で割ったりとか、そういった飲み方もできます。めちゃくちゃおすすめです。はい、これね、お酒に入れても使えるし、普通にも飲めるから3日ぐらいでなくなってしまいました。美味しい、もうすぐまた買いに行きたいですね。しかもこの値段でね、5倍に薄めて買えるからかなりお手頃なのかなというふうに思います。はい、こちらもカルディのオリジナル商品で、のせち354円です。これはね、生で食べれるチーズになっています。料理にのせるだけ、サラダだったりとかカレーだったりとか、いろんなものにね、のせるだけっていうチーズです。ちょっとなんか前髪変だよね。なんか気になってきた。なんだったかな、バーガーキングだったかな、どっかでサラダを食べたんですよ。そうしたらそのサラダにこういったチーズ乗ってて、え、サラダってこのチーズ、このチーズってこういったチーズ乗ってるだけで具材そんなに乗ってなくても美味しいじゃんと思っていたらちょうどあったので買いました。まあ、同じものではないんだとは思うんですけど、早速食べてみたいと思います。はい、感想は普通に美味しい。はい、定番もへじの馬だれ448円です。これも超リピート商品です。もう子供も大人ももう大好きっていう感じのドレッシングです。なんかね、ジョジョエンドレッシングにも結構似てる味なんですよね。もうね、これは万能というか、もうみんな好きでしょっていう感じの味です。で、この馬だれシリーズ他にもね、いくつかあったんですけど、やっぱりね、これがみんな好きなのでまたリピートしました。はい、こちらはもう安定のドレッシングですね。どっちかというと甘めのドレッシングです。続いてはこちら、タバスコペッパーソース246円です。これはね、カルディオリジナルとかではないと思うんですけれども、最近ね、辛いのにハマっているので購入しました。これ辛いのかな、どうなんだろうね。ちょっと早速ね、これも使ってみたいと思います。続いてはパッタイ風ビーフンっていうのを購入しました。こちらが2個で288円かな、1個144円です。私何気にビーフンって食べたことないようなと思って購入しました。これね、1袋で1人前で2袋だから2人前か。まあでも野菜とか調整すればね、まあ、我が家4人家族なんですけれども、ちょうどいい量になりそうです。食べるの楽しみです。はい、具材を入れすぎてちょっと薄くなったものの、これめちゃくちゃ美味しいリピ確です。こちらカルディのオリジナル商品で、ザクザク韓国チキンの素、鶏肉 400g 分、約2から3人前ですね。これ226円です。
この絵やばくないですか？ザクザクチキン。こういったザクザクチキン食べたいなと思って買いました。作り方は簡単で、鶏肉を一口大に切って、ボウルに鶏肉、下味粉、水 50ml 入れて、よく混ぜ合わせ、まぶし粉を入れ、全体的によく絡め、170度の油で5分ほど揚げるだけみたいです。もうね、入れて混ぜて焼くだけっていうのはめちゃくちゃ簡単じゃないですか。美味しかったらリピートしたいなと思います。早速食べたいと思います。これね、食べて気づいたんですけど、結構シナモンの味がするから苦手な人は苦手かもしれないです。こちら輪切り唐辛子183円です。量めちゃくちゃ入ってるんですよ。 20g です。この間スーパーで唐辛子買った時に150円とかすごい量少なかったんですよね。ね、お得そうだったので買っておきました。これしかも便利なチャップついてるので、残ったらね、そのままチャップして置いておくこともできます。こちらがアプティアバジルペーストというもので480円です。とこちらはバジルで、あとは何が入ってるんだろう、じゃがいもとかカシューナッツとか、まあ、調味料とかニンニクとかね、入ったようなものです。久々にバジルパスタ食べたいなと思って買ってみました。値段的にはどうなんだろうね。普通にパスタソースちょっといいの買ったと思えば安いのかなというふうに思います。こちら2人前で大さじ2ぐらい使いました。かなりね、コスパもいいし美味しかったです。スパイスアップヒマラヤピンクソルトミル付きで359円です。ちょうどね、お塩切れていたので購入しました。本当はね、詰め替え用のこういうピンク用塩が欲しかったんですけど、このミルが付いているものしかなかったのでこれにしました。でもミル付きでね、このお値段だったら結構安いんじゃないかなと思います。タバスコチポートレイソースっていうのかな、お値段が645円です。ね、量が結構入ってるんだよな。はい、開けてみるとこんな感じ。え、もう色がすごい色になっているよ。スモークしたペッパーがお肉料理をコクのある美味しさにって書いてますね。お肉料理とかにすごい合いそうな調味料です。これね、スモークがすごい効いてて美味しいです。今度はね、お肉にかけて食べてみたいと思います。すごい。マリーシャープスハバネロソーストマトファイアリーホットで、めちゃくちゃ辛いやつです。これが918円、結構高かったですね。はい、こちらどうやらね、タバスコではないようです。これはね、トマトが効いててすごい美味しいです。ラストはこちらの調味料買いました。これもね、激辛って書いてます。333円。これどんな感じのなんだろう、ニンニク入りの、辛い調味料みたい。もう見るからにすっごいニンニク入ってるんですよね。炒め物だったりラーメンとかつけだれとか、そういったものにね、使えるみたいです。よくね、野菜とかお肉とか焼いてタレつけて最近食べるので、それに入れたいなと思います。これ結構ね、辛党の方には人気な商品らしいですよ。特にラーメンに入れて食べるのが美味しいです。はい、こんな感じで今回は、カルディの購入品を紹介しました。ちょっとね、辛いものばっかりだったんですけれども、辛いのを好きな人いたら、参考になると嬉しいなと思います。まあ、それではまた次の動画で会いましょう。てかめちゃくちゃ噛みまくってる。ではバイバーイ。あ、鶏ガラスープも安かったから買っといた。